皆さんこんにちは、オーシャンデイズは北海道の新千歳空港から車でおよそ40分、空港と札幌の間に位置する国立公園支笏湖という湖に本店があります。そして夏場は積丹の陸に にある海の支店もオープンします。スキューバダイビングをはじめとして他にもカヤックやサップ、パッドバイクなど様々なアクティビティを行っているお店です。私はですね、3人の子育てをしながら数年支笏湖に住みながらお仕事をしています。休日に関してはシフト制で基本的に週に2日のお休み、ただ変形労働制を取り入れていますので、夏の忙しい時期にたくさん働いて閑散期にまとめてお休みを取るということもできます。基本的に皆さんで話し合ってシフト組をしています。健康保険、厚生年金、雇用保険、労災保険の社会保険も完備しています。また各種専門家との顧問契約もしています。住む場所はですね、支笏湖内にあります市営住宅、または併設しているゲストハウスにも住むことができます。スタッフさんの中には千歳や苫小牧、札幌から通っているという方もいます。皆さん自然が大好き、楽しむことが大好きという方ばかりなので、和気あいあい楽しくお仕事しています。北海道のこうイメージは大自然なんですね。その自然の中でもってですね、今のこう、一緒に遊んだりとかですね、してそれで伸び伸びと育ってもらってもらいたいなっていうのが一番の考えで、孫ですか？孫5人です。大道業の好きなところ、好きなものがそのまま仕事になってる。まず自然が好きで自分が楽しみたい人、自分で遊んでたけどもそれだけじゃ、もうその遊ぶだけじゃ、たくさんいろいろやってみたけどそれだけじゃ足りないなとか、そういう人に来てます。皆さんこんにちは。日本国内で淡水ダイビングができるスポットというのが、限られてます。その淡水ダイビングで有名な場所の一つが支笏湖です。深さが364m、水質が11年連続日本1位になってます。今ですね、ここを潜っているのはうちのオーシャンデイズ、ここの、現地ショップがまず一つしかありません。で、水中の色がはっきりしていて、淡水ならではの天然記念物の水草なども見ることができます。また秋には、チップヒメマスが、婚姻色になったヒメマスがですね、岸寄りに戻ってきます。そこを写真で撮れるのも魅力の一つです。今年から、船を出すんですけれども、環境省の一応認可を受けた船という形でボートダイビングは、うちしか、できないです。にここをですね、開発とともに、ダイビングの、スポットとともにですね、盛り上げていければいいなと思ってます。よろしくお願いします。